はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、グダグダ料理教室の第43弾ということで、今からカレーの煮付けを作っていきたいと思います。はい、今日はですね、魚料理ということですけども、YouTube での授業では、初ですね。ということで、ちょっと今から早速やっていこうかなと思いますので、しばらくの間グダグダな感じですけれども、お付き合いください。それでは、早速ですが、材料を紹介していきたいと思います。しないもん安いんじゃない。はい、まず、今日はですね、カレー、赤ガレーですね。今日のは赤ガレーって書いてあるんですかね。これが、今日のは 518g なので、約 500g から 600g ぐらい、だいたい、そうですね、そのぐらい用意していただければ、だいたい3、4人分、だいたい 4から5人分ぐらいということなので、ちょうどいいかと思います。で、今日のは、調理済みのやつを使ってありますので、処理は必要ない、ほとんど必要なかったんですけれども、内臓とか頭とかがついたままのやつやったら、鱗を取って、洗って、内臓を取ってとかしないといけないので、魚屋さんに調理をお願いするのが手っ取り早いかと思います。はい。で、から、生姜ですね。今日は、15g、約 15g ですね。スライスしてあります。で、煮汁の材料ですけれども、水 300ml、それから、日本酒 100ml、それから、醤油が、濃い口醤油ですね。が大さじ2と2分の1。それから、本来なら、みりんを大さじ2と2分の1使うんですけれども、今日はちょっとなかった。みりんがちょっと切れていたので、砂糖で代用したいと思います。で、砂糖が今日はですね、みりんの分量と同じだけちょっと用意して、本来なら、みりん大さじ2と2分の1、砂糖小さじ3という材料であるんですけれども、今日はみりんがちょっと切れていたので、砂糖を大さじ2と2分の1と小さじ3倍を足しただけの分量を用意しました。では、早速調理をしていきたいと思います。まずは、水色の材料を合わせてしまいます。今日は砂糖を使うので、よく溶かさなければなりません。なので、全部合わせちゃっていいです。簡単にやるには、これ全部合わせてしまった方が簡単なので。溶かさなあかんね。今日は砂糖なので、これでやるか。熱いな。シャリシャリ言わなくなったら砂糖溶けてるんで大丈夫です。はい、こんな感じですね。こんな感じでいいでしょうかね。よし。はい。で、ここから、じゃ
準備が整ったので調理をしていきたいと思いますけれども、はい、まずはこの煮汁の合わせた材料煮汁を今日はちなみにフライパンでします。この煮るときにお魚が重ならないようにしなくてはいけないのでこのような平べったいフライパンでしていただくのが一枚良いかと思います。でまずフライパンでまずこれをですねこんなら、はい、溶かします。一煮立ちさせますねこれで。で、ですね、これを沸かしている間に、うん、すぐ沸くと思うので、今日はカレーですけれども、これはよく水で洗って、もうキッチンペーパーで水気をよく切ってあります。で、ちょっと大きかったので、このように切り身にして煮ていきたいと思います。こんな感じですね。ちょっと見づらいか。よし、こんな感じですね。で、今日はですね、カレーを使用していますけれども、その季節で、季節によって、タイだったり、また他の白身のお魚やったりと、旬のものを使っていただければ結構かと思います。はい、こんな感じですね。もうすぐこれ、ふつふつと沸いてくると思いますね。煮るときに落とし蓋をするんですけれども、木の落とし蓋とかを使ってしまうと、お魚の生臭い香り、生臭い匂いがついてしまいますので、アルミホイルをしっかり使います。こんな感じ。ふつふつと沸いてきましたね。沸いてきました。はい。煮汁が沸いてきましたね。では、煮汁が沸きましたので、今から魚を入れていきたいと思います。魚らないように注意しながら。パズルみたいな、これ。パズルみたいですね、これは。どうしようか。こうかな。魚を重ならないように並べたら、生姜のスライスを加えて、で、落としぶたは、アルミホイルで落としぶたを。しばらく炊いていきます。で、
ちょっと炊けるまで、そうそう時間がかかりますので、一旦ここで前半を終了して、また後半仕上がりという形で撮影を続けていきたいと思います。それでは、